6月25日札幌ドームで行われた広島戦、エース上原の札幌シリーズ2年連続完封勝利。この試合の前日、正捕手阿部がホーム上のクロスプレーで左太ももを負傷、およそ3週間の安静を必要とする重傷、車椅子で無念の帰郷となった。そしてこの日マスクをかぶったのが村田義則、今シーズン初のスタメン。しかし村田は落ち着いたリードでチームを完封勝利に導いた。同期入団、他の誰よりもお互いをよく知っている。松井のポジションはセンター、バッテリーの配球がよく見える。実は松井、常日頃から親友の村田に配球のアドバイスをしていたのだった。僕が気になったら言うこともあるし、ね、彼が聞いてくれたこともあるし、結構見えるんだよね、センターは、意外と、まあ、僕と反対側で見てるわけじゃないですか、キャッチャーとセンターって。まだ違う面が見えるのかなっていうふうに思ったので、ちょこちょこ聞いてましたけど、